アンドリュー・ロバート・スタッブスは、アメリカ合衆国、テキサス州、ボーイ群、テクサーカナ出身のプロ野球選手。宇ト右ミ MLB テキサス・レンジャーズ参加所属。2006年の MLB ドラフト1巡目で、シンシナ・ティレッズから指名され、6月14日に200万ドルの契約金で入団。 2009年8月19日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。2010年は中堅守のレギュラーに定着し、22本塁打、30盗塁の活躍でレッズの地区優勝に貢献した。2011年はリーグ2位体の40盗塁を記録。一方で両リーグ最多。 史上二人目のシーズン203審となる2053審を喫するなど打撃面では荒さが目立った。2012年12月11日にアリゾナダイヤモンドバックスも含めた三角トレードでクリーブランドインディアンスへ移籍した。2013年12月18日にジョシュアートマンとのトレードでコロラドロッキーズへ移籍した。 2015年1月14日にロッキーズと582万5000ドルの1年契約に合意した。8月12日にディエフェとなり、20日に自由契約となる。この年、自由契約になるまでに51試合に出場したが、打者有利の本拠地を有するロッキーズながら打率21類だ。216.5本塁打。 10打点、2盗塁、オプス0.717という低調な成績で打撃不振だった。守備面では外野の全ポジションを守り分け、無失策 DR、DRS プラス2と講師を披露した。2015年8月24日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。9月1日にメジャー契約となり、40人枠入り。 レンジャーズでは27試合に出場して3盗塁を決めたが、打率。09後、本塁打と打点は共に0と、移籍前よりも不振を極めた。守備成績は、中堅守と左翼守を守って失策、DRS どもに0だった。ロッキーズとの通算打撃成績は、78試合の出場で打率。195.5本塁打、10打点。 五盗塁という内容だった。オフの11月2日に FA となった。2016年2月27日、レンジャーズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月29日、契約上の権利を行使して自由契約となった。2016年3月31日、 アトランタ・ブレイブスで3日間のテスト期間を与えられ、4月2日に、ブレイブスとメジャー契約を結んだ。ブレイブスでは20試合に出場し、打率。237.1本塁打、3打点、4盗塁という打撃成績を記録。守備では、中堅で10試合と左翼手4試合を守ったが、どちらでも DRS はマイナスだった。5月2日に、DF となった。 2016年5月7日に、レンジャーズと契約した。5月14日のトロントブルージェイズ戦では、延長10回にサヨナラ本塁打を放った。レンジャーズでは19試合でプレーし、打率、300点2本塁打、3打点、4盗塁、オプス1.000と絶好調を維持した。守備面では、外野の全3ポジションを守って通算。 d r s から3を記録。8月25日に、DFA、28日に自由契約となった。2016年8月31日に、ウェーバー工事で、ボルチモアオリオールズへ移籍した。フリオールズでは一転して、ゼフ・フとなり、20試合で打率13。136.1本塁打、1打点、1盗塁という成績だった。守備で守ったのは、右翼手が、 最多の13試合。3チーム通算では59試合の出場で打率。225.3本塁打、7打点、9盗塁という打撃成績と、外野3ポジショントータルで DRS-7 という守備成績を記録。オフの11月3日に FA となった。2017年2月8日にミネソタツインズとマイナー契約を結び。 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、3月26日に自由契約となった。その後、4月6日にジャイアンツとマイナー契約を結び、13日に参加のトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ配属された。4月24日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月6日にディエフェとなり、 8日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級サクラメントへ配属された後、10日に FA となった。2017年5月16日に、レンジャーズとマイナー契約を結び、3カのトリプル A 級ラウンドロックエクスプレスへ、配属された。ありがとうございます。